こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。クリスマスはアマゾン輸出最高の稼ぎ時です。アマゾン輸出ホリデーシーズン参加資格、もう参加資格ありますとかね、まだありませんとか、そういう通知来てると思います。転売アカデミーのノウハウは、まだこのホリデーシーズン参加資格取れてなかったとしても、ほとんど問題ありません。クリスマスに稼いでいただくことが可能です。で、どうせ Amazon 輸出、あるいはインターネットを作った副業ですね、始めるんであれば、始めてすぐに成果が出た方が、やっぱり、モチベーションも上がるし、楽しいと、継続できるということになります。で、まあ普段も稼ぎやすいんですけど、年末、ホリデーシーズンにはすごい稼げるんでですね、まあ、どうせなら今から始めて、今年のホリデーシーズンで、がっつり稼いでもらうというのがおすすめです。ちなみに、まあ、ホリデーシーズンでも何でもない平素時というか何というかですね、今の時期でも、まあ、まめにご報告いただいている方の成果報告チャットというのがありまして、そこでね、売上160万超えましたと、ね、アカウント一度削除されましたけど160万超えましたとか、あるいは、副業でやっててあんまり時間取れませんけど、それでもね、空いてる時間を見つけて、売上35万を超えましたと。ホリデーシーズンに向けて、商品を増やしていきましょうと。こういうジャンルをやりましょうという報告であったりとか。あるいは、ね、人をある程度使って売上290万と。まあ、商品そのものはね、これは稼ぎやすいおもちゃではないんですけど、ビジネス、ある程度組み立てられる方だと、もう人を使ってやるとですね、本質稼ぎやすいと。いうようなことが言えます。そんなわけで、全くの副業初心者の、副業初心者の方はやっぱ稼ぎやすいのは Amazon 輸出ですね。で、逆にある程度ビジネスができるという方は、Amazon 輸出の特性を生かすと、スムーズに稼ぎを倍増できるというようなことになります。そんなわけで、全く副業初めてという方はですね、やっぱ稼ぐなら Amazon 輸出がおすすめですし、物販に興味があるんであれば、Amazon 輸出だけで通るのは非常にもったいないです。そんなわけで、本当に稼げるかどうか、まあ、稼げるんですけど、どれぐらい稼ぎやすいかですね。それを、試すなら、今から始めてホリデーシーズンで、どれだけ稼げるか実感していただくのが、楽しいし、効率もいいんじゃないかなと思います。どのように取り組めば稼げるか。ね、今、アマゾン輸出、なかなか自己流であってもね、稼ぎにくいようになってます。そんなわけで、アマゾンの特性を生かした稼ぎ方を、初心者から、ビジネス経験者まで、わかりやすく、勘どころをね、かいつまんで、余計な回り道をせず稼げるように教えてますんで、この機会に、転売アカデミーのアマゾン輸出サポートを受けてみてはいかがでしょうか。9月30日、午後11時までですね、定員5名で会員募集してます。ご応募お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。